んにちは、ゆうぽんです。ところで今日は前回さくらスクールのアップデート内容を紹介した時に車椅子がね通過されたんですけども、うちは車椅子を見た瞬間老人ホームをやりたくなってしまいました。なんで今日はね、さくらスクールシミュレーターには老人ホームというものはないんですけども、今回はこのさくら病院を老人ホームにして、老人ホームのなんていうの、介護士っていうのかな、まあ、今回看護師じゃなくて介護士になって、老人たちをね、おじいちゃんおばあちゃんたちをね介護していきたいと思います。それでは介護レッツゴー。ただね、その老人ホームに行ったこともないし通ったこともないので、ちょっとね老人ホームというものがあんまりよく理解していなくて、なんでまあ私が想像する老人ホームをやっていきます。あ、ちなみにみんなこれライブじゃないからね、これはね生放送ではないです。ちなみになんかいつもコメントにあんの、これはプレミア公開って言います。ということでやってきました、こんにちは、ハンカです。ってことで皆さん、ででーこちら老人ホームです。まあ正解は病院なんだけど、まあ、今日はねここを老人ホームとしてやっていきたいと思います。でちなみにね、まだおじいちゃんとおばあちゃんたちまだ集まっていないので、まずはねちょっと集めていきたいと思います。なんか老人ホームに通いそうな人、自転車乗ってちょっとおじいちゃんとおばあちゃんをね探していきたいと思います。これやっぱ一番最初に思いつくのはやっぱりね、あれだよ、教頭先生だよね。結構自転車マジ楽だよこれ、なんかウーバーイーツみたい。あれもう老人ホームに通ってんのかな。出勤がまだっぽいですね、出勤がまだっぽい教頭先生。ちょっとね、出勤がまだっぽいんで、ちょっと待ちたいと思います。どっちから来んの？あとたこ焼き屋だ！たこ焼き屋老人っぽいよね。たこ焼きもそろそろいい歳だよ、多分。ちょっとたこ焼きのおっちゃんに話しかけてこよう。あ、いた！たこ焼きのおっちゃん。やっぱこの人だと思う。この人。ほら！よし、来た。たこ焼き？たこ焼き？たこ焼きなんか来ないんだけど、たこ焼きってかバグってね、これ。ドア何個あんのよ、これ。来ました、たこ焼きです。わわわわわわわキモい！やっぱ行った方がいいよ。そこで次はね、教頭先生を待ってます、私は。やっぱ一番のね、おじいちゃんだと思う。今日出勤、あ、いた！この人よ、この人。この人。はい、おじいちゃん、2匹ゲット。で、次はね、お城。お城にね、いると思うんだよね。あと残りは、おばあちゃんいないよね、おばあちゃん、そういえば。お城にいたかな、おばあちゃん。これは、ちょっとまだ若々しいね。おじいちゃん探しも大変だよね。びっくりした。車で行った方が早かったかしらね、これ。ちょっと車で行こうかな。ストップ。乗ってください。オッケー、行きまーす。まずお城に行って、おじいちゃんとおばあちゃんを集めて、なんだこれ、足跡みたいなの。軽トラって軽すぎて運転しにくくない？いつだけかな？難しい軽トラ。わー！車止まっちゃった！ちょっと何この軽トラ！行くぞ！どこら辺にいたっけかな？あ、いた。なんかおじいちゃんしかゲットしないうち。ちょっとでもおじいちゃんっぽくないけどな、この人。ちょっと失礼かな。しないね。いなくない？いた！いました！ちょっとあと他のちょっとおじいちゃんたちもね待ちたいと思います。三平着替えてほしいよね。三平帽子、あ、出てきた。来ました、集まってきました。うわ、え、待って、こんなことできんの？三平リセットできなくなっちゃうんだ。なんか一人だけ変なおじいちゃんじゃん。そしたらうわ、嫌なおじいちゃんになっちゃった。最悪、やだこれ。みんななんか人間のね素材も変えられるらしくて、ちょっとあやね。そしたら生徒とかもさ、先に病院に行っといて、この人もちょっと老人にしましょう。あ、いいよ。あと、光彦良さそうじゃない？光彦。多分ね、光彦ね、めっちゃいい味出してくれると思う。あれ、うちさ、光彦と友達だったっけ？あ、いた！光彦！あ、来た！
ほら見て、かなりのおじいちゃんっぽいよね。結局うち何人呼んだんだっけ、ちょっと忘れた。とりあえずちょっとね、あの方たちが来る間にちょっと車椅子のね、ちょっと準備をしたいと思います。じゃあしばしお待ちを。あ、ちなみにちょっと紹介します。この中やっぱここね、老人ホームだけありまして、ここにね、あの車椅子コーナーがたくさんあるんです。こんな風にもう何個出したかわかんない。とりあえずたくさんのね、車椅子がここに置かれています。たくさんのね、やっぱおじいちゃんおばあちゃんたちが来るのでね、たくさんの車椅子を用意しないといけなくて、でここにもあのこれから来るおじいちゃま方を乗せるための車椅子です。もういっぱいあります、ここの病院には。ちなみに私もね、そろそろ老人なんでね、あの車椅子生活をしてます。来た来た来ました、老人一匹、はい、注目です。来ました、これはヤボ、ヤボくんです。はい、座ってください。ヤボくん座りなさい、ここに。うわ、いっぱい来た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 。ちょっとカメラがなんか微妙。やばい、いっぱい来た、いっぱい来た。どうしよう。ちょっとまず三平さんからいいですか。三平さんから案内しますね。ちょっと待ってくださいな、あなたたち。ちょっと人多すぎるわ。ちょっとまず、受付の方でお話をしないといけなくて。本日初めてのお客様です。見てください、三平くんです。ちょっとね、この子には事情がありまして、なんか透明になってしまったんです。急にガラスになってしまいまして、なんだか私も分かんないんですけどね。ちょっと大変な、ちょっと重症なお客様、ちょっと今後大変だなっていうお客様かなと思います。今回からね、ちょっとここの桜老人ホームにちょっとお世話になります。いや、私も不思議なんです、すごい透明なんですよね、これ。すごい透明なの。急にガラスになったの。ちなみに三平様のお部屋はこちらになります。はい、私頑張って用意したんで、三平様のために。三平様ちょっと何だろう、ちょっと落としたら割れそうなんですよね。ちょっと落としたら割れそうなんで、落ちてもいいようにここの方がいいかもしれません。ここの方がいいと思います。ちょっと三平さん来てくださいね。やっぱそのね、三平さん結構デリケートというか、割れ物なんでね、ちょっと心配です。まあ、てことでね、1名の方、あ、これ私乗るんじゃない、こっちこっち。てことでね、1名の方、はい、ゲットしました。続いて、もうたくさんね、たくさんの方がいらっしゃいましたので、ちょっと急いでね、乗せたいと思います。ちょっとゆりかさんもね、ちょっと見てもらった方がいいかも、受付の方に。ちょっと大変やばそうなんで、はい、持ってきました。2人目です。ちょっとね、ゆりかさんは、ちょっと顔を見てもらったらわかると思うんですけども、ちょっと闇を抱えてそう。顔もね、明るくしてもらいたいんで、窓側の方行きましょう、窓側。オッケー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 。はい、ゆりかさんね、はい、おねんねしました。やっぱちょっと明るいところ避けたいみたいで、結構奥の方に行ってしまいましたね。ちなみに、ここにね、お便所あるんで、いつでもシー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 しちゃってください。いらっしゃいじゃない、三平。ただちょっとやっぱりね、年ということで、老人ホームに来たみたいですね。まだ受付しなくてもよろしいでしょう。行きましょう。なんかよく尿漏れがすごいという報告が来てますね。そしてトイレが一番近いとこ。ここトイレ一番ぎゅうぎゅう詰めだから、ここの方がいいかも。よし、はい。そしてね、トイレが近いところに置いときました。まあ、これでね、尿漏れの心配はないと思います。やっぱ大変ですからね。年を取ると。出るわ出るわ。やっぱね、こうなったらね、光彦だと思うんだよね、光彦。これ。これです。ちなみにこの人ね、高校生なんです。そう、高校生なんだけど、高校生なんだけど、老人ホームに来ました。この方はやっぱ尿漏れと、あとなんか老化が最近進んできて腰が痛いと、これからお世話になります。あ、お世話になりますね。お世話しますね。どこ行くの？どこ行くの？どこ行くの？座ったんだけど、便器に。あ、校長、あ、校長先生が、しっかりしなさい、あなた、マジで。もうちょっと。え？え、やだー、本当にやだ、この光彦、何やってんの？大丈夫ですね。まだ残りね、こんぐらいはちょっとね、待ってる方がいるんですけども、ちょっとあなたってあれですね、とりあえず受付の方にちょっと一回来てもらってもいいですかね、ちょっとね。ちょっとベッドが埋もってしまったもので。すいません、すいません。まあ、この上ちょっとね、受付で待ってもらいたいと思います。やっぱり仕事はここからだと思うの。
で、みんなやっぱりまずはね、あのご飯の方をやっぱ食べさせないといけないのでね、ちょっとご飯を出したいと思います。ここにやっぱまずはご飯よ。 OK、 やっぱ一人ずつね、こうやってご飯を置いていきたいと思います。はい、このガラス先生、このガラス先生は、はい、これ、これ食べな、これ食べなさい。次、うわ、どうすっかな、この人。迷っちゃうな。まあ、あなたもショートケーキでいいんじゃない？ショートケーキ、トイレの前で食べなさいよ、ちゃんと。ちょっと、光彦。うわ、どうすっかな、光彦。秋皿食べな、秋皿。こういうとこから秋皿。ちょっと、皆さん食べてくださいね、ちゃんと、ご飯。食べさせないといけないの、これ。いいよね、食べれるよね。じゃあちょっとね、私はね、もう一つ準備をしないといけないことがありまして、お風呂をね、作ってあげないといけないんです。で、実はここの老人ホーム、お風呂確かにあったと思うんだけど、やっぱり、ちょっとお風呂が小さすぎると。なので、ちょっと今からね、お風呂を こちらに作っていきます。みんなが入れるような、全員入れるようなね、なんて言うんだっけ、共同風呂？共同風呂なんで、ここ。じゃあちょっと作っていきます。男も女も一緒。で、ここにシャワーね。で、シャワー置いといて。で、あとね、ちょっとやっぱり、私は、なんていうの、楽しませたいね。みんなのこと。だからちょっとイルミネーション。やっぱイルミネーションね、これ大事だと思うの。やっぱね、気持ちはパリピだよ。気持ちはパリピでいかないといけないから、イルミカーペット敷いとくからね、ここに。これいいよ、ほら。これハートなんかつけちゃって。あとね、紙吹雪。これ大事だ、紙吹雪。こう、しーちゃんたち喜んだんじゃないの、これ。あとやっぱ真ん中にね、ポールを置いといて誰かに踊ってもらいましょう。うーわ、これ最高じゃね、これ。これ最高だよ。ってことで皆さん、老人たちのお風呂が完成しました。ってことで皆さん見てください。このように皆さんお風呂に入浴してます。ただいま、すごいです。これね、これ一応老人ホームなんですけども、やっぱりパリピに行きたいなと思いまして、ちょっと音楽もね、パリピ風にして、こんな風に、これ素晴らしい。これなんだ、なんか博物館に置いても良さそうな感じよね。で、私はこのようにね、ポールダンスをして、これ盛り上がって入浴中です。いや、これ楽しいよ。でね、やっぱなんといっても車椅子はね、やっぱ欠かせないですね。こんな風に、これ桜吹雪も素晴らしいし、このハートもいいね。壁ライトと、これは素晴らしいです。で、ちょっとね、こちらに行きますと、たくさんの方が入浴しています。いいですね。あとこうシャワーもね、シャワーとか出してあげても喜ぶと思います。でも今日一日中ね、この人たちね、お風呂でわちゃわちゃ遊んでると思うので、私ちょっとね、もうそろそろ帰りたいと思います。このね、ポンタ先生に任せたいと思います。ちょっとね、次の仕事というか、次はポンタ社長が、社長じゃねえ社長じゃねえ、次はポンタがね、代わり番号やってまして、次はポンタがやってくれると思うのでね、ポンタ君にちょっと任せたいと思います。だからポンコはね、ちょっと帰ります。お疲れ様でした。さようなら。はい、ということで今日はずっとやってみたかったね、老人ホームやってみました。やっぱりね、その老人ホームというものをやっぱあんまり理解していなかったので、ちょっと難しかったね。老人ホームって何やんだろうっていう、リハビリとかかな、いろいろあんのかな。まあね、今日はね、ポンコが介護士になって、じゃ老人たちをね、ちょっと介護してみました。またね、なんかやってほしいものとかね、リクエストがありましたら、ぜひぜひコメントをよろしくお願いいたします。ということでご視聴いただきありがとうございました。このゲームチャンネル UFO の休み時間と、メインチャンネル 1D&UFO のチャンネル登録もよろしくお願いいたします。そして、インスタグラムとツイッターと LINE ライブのフォローもお願いします。では、おつぱん！